朝日の艦隊は、荒牧義雄原作の架空戦記。1992年に執筆を開始し、1997年に完結した。笠原敏夫によって漫画化されたほか、1997年から2002年に OVA 化されている。紺碧の艦隊とは、表裏一体の関係にあり、また、同時期の話として、 英独組各陣営の選手を編纂したという名目で構成された朝日の艦隊構成欧州選手シリーズがある。続編は新朝日の艦隊及び新コンキの艦隊。小説版は中央公論新社より新書版が発売されているほか2005年2月より順次文庫化された。アニメ版は全15話。運命の改戦から4年目。 ペキ艦隊をはじめとする日本陸海軍はアメリカを牽制し続けていた。昭和20年8月15日を迎えるも大戦は収束せずヒトラーの台頭を許してしまい、ヨーロッパはナチスに占領されつつあった。窮地に追い込まれたイギリスは日本と単独講和を果たし、日本は朝鮮艦日本ホタカを帰還とした40隻からなる極実艦隊を 泳派遣軍として出撃させる。極実の登場人物の名は赤楼市から来ているものが多い。本編一巻により前、寺氏は16年から20年のヨーロッパを舞台としたアンソロジー州。仮想の極実艦隊の全市艦向けに配布された欧州戦士研究のための極秘資料からの抜粋という形態を取り、中央公論社 C ノベル編集部経由で、 原作者監修のもと、新人執筆者育成目的として、全六巻が刊行された。i マキは、後世・大祖攻略戦を中心に、ロンメルが暴れ回った北アフリカ戦線での、英特殊部隊の活躍が、V 巻は、第二次日英同盟締結前夜から本編第一巻までに、かけての緊迫した、英独戦線が描かれている。また、本編で語れなかった。 エピソードや書き、図解資料集でわずかに触れられた、後世ナチス医学の狂気などが題材として取り上げられた。シックス巻キは、V 館の補足として、日本海軍在欧州情報機関、ハギスとナチス親衛隊秘密組織、狼機関との主導を描いた。後世欧州戦士登場兵器その他にも、挿絵だけで、一切の諸言不明の後世目262が登場する。 中央公論者より1996年10月25日、刊行。本編の表紙、挿絵も担当した、佐藤同名画のコミック、朝日の艦隊サイドストーリーを収録。朝日の艦隊サイドストーリーあらすじ対戦系空母、草薙は、英国支援輸送船団の護衛中、独獣爆、ラウフェイの雷撃を受け沈没し、艦載機も敵護衛機。 FW190 との交戦で、ほとんど撃墜されてしまう。生き残った2名のパイロットは戦死した仲間の仇を撃つため、ある作戦を練る。登場人物また、2005年には、コンペキの艦隊、朝日の艦隊コンプリート DVD ボックスが発売された。ありがとうございます。